女はすぐ手放した。心配するな。お前の希望通り楽にしてやった。ほら、これがご褒美だ。お前は仲間を売った。これで一人前の兵士だ。大丈夫、家には帰れるさ。ボスによろしくな。10日前、パスの生存が確認された。生きていたのか。ああ、カリブ海洋上を漂流中、ベリーズの漁師に救助されたらしい。それで俺たちの情報が漏れる、だからパスの口を封じろと。いや、そうじゃない。米国の非政府諜報機関サイファーはパスにダブルスパイの権利をかけた。そのため彼女はキューバ南端の収容キャンプで尋問を受けている。キューバの中のアメリカ、法を逃れたブラックサイト、マザーベース査察の件、これと無関係とは思え。国連の核査察、おそらくパスのリークを裏付けるためだ。俺たちは国家に帰属しない軍隊だ。この軍事力が明るみに出れば世界中が敵に回る。だがパスを送り込んだサイファーという非政府諜報機関にとっても脅威だ。パスはサイファーの正体を知っている。ああ、生きているならこちらに協力してもらいたい。サイファーへの唯一の手がかりだ。
で、もう一人は？ああ、事故。パスと同じエリアに囚われている。最後の無線連絡は40時間前。ターゲットは2人、事故とパスだ。南岸から敷地内へ潜入。2人を救出し、ランデブーポイントで指示を出してくれ。キューバ本国との境界からヘリをよこす。明日の昼にはバザーベースに戻れる。その頃にはこっちの客も帰っているだろう。だがことは政治が絡む。すまないが増援は出せない。ああ、たまには一人がいいさ。到着。予定通りだな、スネーク。ブランクがあるとは思えん。待たせたな。これは潜入任務だ。敵に見つかるな。まずは双眼鏡で状況を把握するんだ。段差を登るにはアクションボタンだ。事故からの救援無線だ。スネーク、助けて。こちら事故。キューバの米軍基地に捕まってる。相手はサイファーだ。バスもここにいる。場所は海沿いの収容所だ。大きい建物の東側に堀が並んでいるところ。旧収容区画へ向かってくれ。東だ。ターゲットの位置は端末で確認できる。慎重に行け。歩幅中に武器を構えると左右に平行移動ができる。素早く移動することもできるぞ。アドバイスが必要なら連絡をくれ。旧収容所へ向かえ。ターゲットはそこにいる。
か？俺だ。おい、おい、クルナ、クルナ、おい、こっちだ。離せ、離せ。静かに。やめろ。俺も助けて。おい、こっちだ。俺も助けて。おい、こっちだ。俺も助けて。やめろ。離せ。地下は大丈夫。大丈夫だ。地下を見つけたぞ。いない。地下は歩けそうか。ちょっと待て。こ
こりゃ無理だな。担いでいくしかないな。ボス、予定を変更しよう。まず地下をランデブーポイントまで運んでくれ。落ち着いたらパスの居場所も聞き出せるだろう。Mission info has been updated. マップにランデブーポイントをマークした。そこに地下を運んでくれ。The map has been updated.どこだ。もう死んだ。これいつ録音した。もう死んだ。Please select a landing zone. Landing zone confirmed. ヘリ要請を受領した。すぐ向かわせる。
を向かったはずだ。The map has been updated.
Mission info has been updated. パスをヘリに回収してくれ。おい、そろそろ確認が来る時間だろ。外のゲートも開けてやるんだから。ゲートは開けたままにして。大丈夫なのか？僕の捕虜は定期的にバイタルチェックをするんだ。俺たちには関係ない。気にするな。了解。Please select a landing zone. 聞いたか。脱出を急いでくれ。パスを連れ出したことがバレるとまずい。確認に回せる要員がいない。引き続き監視をするぜ。
placed. Please select a landing zone. Landing zone confirmed.爆弾か。すぐに取り出します。麻酔間に合いません。なしで回復します。抑えるんだ。早く抑えろ。
級は大丈夫。アクティブはしっかりし、洗浄はいらない。平復します。しっかり抑えろ。連続本号で行く。まずい。こちらモルホンは8度位を全て確保。シェイクハンドしてケージに向かう。ボス、あなたに。ボス、聞こえる？ヒューイ、どうした？来客は予定通り。資料は捨てて格納庫は除染。スタッフの口裏も合わせた。大型兵器は隠蔽。ジークは海底に対し、核弾頭も一緒だ。査察は君が帰る頃には終わってる。そっちは任せる。 IAEA の連中、僕たちを平和の守護者だと思って帰っていくよ。じゃあ。管制塔、こちらモルホは応答求む。通じません。回転異常なし。は全くの嘘だったんだ。爆音がして一気に奴らにはめられたんだ。クソ、返してくれ。返せ俺たちの。クソ、あれは俺たちの。こいつ、貴様のせいだな。おい、目を覚ませ。切ろう、切るんだ。マス、
爆弾が。大丈夫だ、摘出した。お前の好きな曲だ、ニコラ・バート。二人の移民は冤罪で処刑された。だが死をもって人々に訴えたのだ。罪のない人間を殺す社会がここにあると。お前も自分の犠牲が世界を変えると信じているのか。
サイファーは例の実験以来姿を隠している。もう何年も誰もその姿を見ていない。人を通して指示だけが飛んでくる。お前だけだ。ビッグボスと接触するために彼に直接会ったの。どこにいるか教えてくれ。サイファー、ゼロが今どこなのか。私は自分で選ぶことを知らない。住む場所、喋る言葉、自分で決める自由など一度もなかった。だがお前は今自由だ。お前の好きにしていい。ビッグボスは助かる。希望は持てる。本当にゼロを殺してくれる。お前のためではない。